どうもシュートです。さあ今回も e フットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回は誰でも全員獲得できて、正直ガチスカで余裕レベルの選手紹介していこうかなと思います。まあ、今回紹介する選手に関してはね、結構前からこの選手紹介してくださいって言われてたんですけど、なんか忘れてたりいろいろタイミングもあって紹介できてなかったんですが、もう昨日初めて使って、もうマジでねめちゃくちゃ強かったですね。今回紹介する選手は誰でも取れる通常選手なんで、通常で今ガチスカで使える選手なんて、もうほんとまあムバッペとかはまだいけると思いますけど、まああとクルトワとかバリオス、そのあたりの選手ぐらいだと思うんですけど、今回紹介する選手でも通常でも余裕でガチスカいけるんで、よかったらぜひ獲得してほしいなと思うんですけれども、今回紹介する選手はこちらのラファシウバ選手ですね。まあ通算試合数16試合と、まあ、ちょろっと使っただけでもこの選手の強さマジで分かりました。まあ先に獲得方法だけ解説しておきますと、クラブチームヨーロッパ選んで、まあ一番下あたりその他の上のポルトガルリーグを選んで、ここのベンフィカですね。ベンフィカを選んだら、まあ結構上の方に出てくるんで、まあ5万戦 GP と、まあ正直そこまで高くはないっすよね。まあ育成としては大体こんな感じで、シュート4、パス4、ドリブル12、クイックネス9、脚力10でショートカウンターに3振ってますね。まずこの選手のいいところっていうのは、身長が172センチなんで、まあものすごく扱いやすいですね。で、それから適性も広いんで、右ハーフだけでなく、左側とか結構ライバル多いですけど、右ウィング、OMF なんかもできるんで、まあスカットに入れやすいと。で、波も小さいなんで C の時でも使えるし、やっぱスキルですかね。ダブルタッチ、アウトスピンキック、スルーパス、アッシュルコントロール、この辺りが優秀で、で TS110 の能力はだいたいこんな感じと。まあ正直別に悪くないっすよね。裏総合値も96まで行ってますし、普通にまあ CS とかで登場しても優秀な選手の部類に入ってくるんじゃないかなと。まあちょっと今回はかなりハイライトプレー集取ってきたんで、まずそっちを見ていってから最後に1試合使っていこうかなと思います。ではこれまず初戦ですね。多分ラファシーバー使った初戦なんですけど、まずここの背負い力いいですね。ボディコン高いんで、なかなか失うことなくダブルタッチ入れて左足コンカ、まあなかなかにキレキレなドリブルしてくれてると思いますね。5万1000 GP とは思えない。で、右ハーフで優秀な選手といえば、まあドナドーにいると思うんですけど、圧倒的にスピードが高いんで、まあドリブルの速度は正直全然違うなっていう感じがしましたね。ラファシーバーの方が圧倒的に速い。こういうとこの一回外向いて中へのターンっていうのもめちゃくちゃやりやすさ感じましたね。で、こういうカット行きたいシーンとかもスピード結構高いんで、まあ狙いやすさありますし、こっからの爆速ドリブルで、まあなかなかディフェンスに追いつかれることなくドリブルしながらでもスルーパスずれてないですね。で、ここですかね。一回味方使ってスルーパスうまい。で、もう一回もらってダブタでかわしてアウトスピン。まあ決定力も正直個人的には全然悪くないかなと思いますね。やっぱアウトスピンってね、数値めちゃくちゃ上がるんか、ものすごく点が入りやすくなるんで、超おすすめですね。アウトスピン右サイドハーフの右利きにつけるのは。で、ここのスルーパスは、まあ OMF の抜け出しも良かったですけど、まあなかなかいいパス出せてますね。やっぱこういうシーンのドリブルとかもね、めちゃくちゃ早いんですよね。一人かわして、こっからの爆速。まあなかなかディフェンスライン抜いた選手は追いつけてないですね。で、ここでもう一回もらって、アウトスピンでゴール。まあここはいつもの4-1-4-1の鉄板の形ですかね。CF、OMF と預けて、サイド流して、まあヌーノ・メンデスみたいな足速い選手でもなかなか追いつけないと。で、ここキーパーもかわして中にクロス上げてゴール。で、まあここはちょっとだけ決定力の低さ出たかなっていうシーンではあるんですけど、まあスタミナ切れてきたらさすがにちょっとこういうの外しちゃうかなってシーンですね。まあ抜いたのは良かったんですが、ちょっとふわっと変なシュート打っちゃいましたね。まあアウトスピン持ってるとか器用さ、まあそういうところだけでいいなら別にドナドーニとかでいいと思うんですけれども、やっぱりムバッペレベルのここのドリブルのスピードの速さっていうのがあるんで、そこがだいぶいいなと。まあこのシーンはトラップとアシストのシーンですかね。トラップものすごい良かったんですけど、クライフからパス受けてワンタッチでこの相手のサイドバックを置き去りにすると、でこねてスルーパスナイス。まあ、やっぱサイドハーフスルーパー持ちだと長い距離もそうですけど、短い距離のスルーパスも刺さりますね。まあここはちょっと中目入ってパス受けて1人かわして、もう一人かわそうとしたけど寄ってこなかったんでショーフラでゴール。まあ、このシーンとかこねやすさめちゃくちゃ分かりやすいんじゃないかなと思いますね。2人の間をフェイント使うことなく抜いていって、で何回も切り返すんですけど、何回も切り返して何回も切り返して追いつけない時にこうやってスピードで置き去りにすると、まあこれは惜しかったですね。でもやっぱりちっちゃい選手ってなんかこういうターンした後のスピードめちゃくちゃ感じやすいんで、こういうところいいかな。で、まあここは単純にクロス的なスルーパスを送ったシーンですが、まあちょっとキーパー取られるかなと思ったけど、ギリギリの位置に送ってくれましたね。はい、じゃあまた次の試合、もうめちゃくちゃプレッシュありますね。クライフ、ラファシューバとワンツーして、
でここはもう単純に寄ってきた選手ダブタで1個かわして、もう1度ダブタ入れて横パス、綺麗ですね。まあこれがまあ試合的にはラストですかね。まずトラップでまたレイニュード置き去りにしてダブルタッチで、これはちょっとルンメニゲ当たっちゃったんですけど、まあ当たらなくても多分入ってたし、このトラップでも勝負ありって感じでしたね。でこのシーンもさっき見せたみたいに、もうフェイント使わずにもう緩急というかもうなんか切り返しだけで抜いていく感じで横パスして、まあこれはちょっと1回取られたんですが、またカットしてでダブタ入れて、今回いやナイスですね。でまあここはまあお決まりの形でもうサイドドフリーになってキーパー飛び出してくるんですけど、まあそれも簡単に抜けちゃうと、なんかここがねものすごいドリブルのしやすさ感じたんですけど、スピードドリブルこんだけしてたらなかなかねこうやってうまいことキーパーかわすことできない時あるんですよ。まあ身長ちっちゃくて瞬発高い選手っていうのは自由自在に操ることができるかなって思ったシーンでしたかね。こういうところもレイニュードダブタでかわした後のやっぱドリブルのスピードが速いんで、なかなかディフェンスも追いつけてないと。このシーンなんかも見たらわかると思うんですけど、トラップでかわしてからのこのタッチの速さ、それからスピードドリブル、まあなかなか止めれないですよね。ここはちょっと惜しかった。ここもウォーカーからパスもらって、また緩急切り返しだけで2人ぐらい置き去りにするんかな。ここ抜いて抜いて抜いて、またレイニュードも切り返しで抜きに行って、まあここはちょっと惜しかったですかね。まあでも本当にラファシューバのエグさが詰まったシーンかなと思います。ダブタからのアウトスピンは結構いろんな選手できますけど、これはまあちょっと前登場してたガビでもちょっとスピードが足りないんでできないプレーかもしれないですね。ここの裏パスとかもちょっと微妙なパスにはなったんですけど、シンプルにスピードが速いんで追いついて奪い返して、でまた切り返しだけで抜いてダブルタッチでかわしてゴール。まあ正直ハイライトだけでなかなかエグさが伝わったんじゃないかなと思いますね。正直これが無料で使えるなら十分かなっていうレベルで、余裕でガチスカですね。では最後に試合やっていきましょう。ではマッチングしましたということで、調子は普通と。昨日からねまあ15試合以上使ってますけど、調子不調1回も引いてないですね。いやまあそのままでいきましょう。お相手さんのスカットは4141一緒ですね。では対戦よろしくお願いいたします。さあお相手さんロングカウンターだったんで、まあいつもよりはちょっとねポンポン繋いで逆サイドっていう攻撃はハマらない気はしますけど、まあラファシューバの個人技でなんとかしてもらいましょうかね。まあそういう時もありますわな。でちょっと開幕はちょっと今回はやめといて、もうシンプルにラファシューバ使ってちょっと中えぐって、はい中えぐるダブルタッチ、もう一丁ナイスで、ここスルーパス、いやーちょっとそれ引っかかるか。さあここつなぐん、これクライフ前出れる、まあこれはもう決めときま、おーおーナイス守備やな。ルンメニゲオーゲイ、まあやっぱねイーフトはできれば低身長の選手の方がもちろん強いんで、まあムバッペサイドハーフも強いですけど、やっぱ170前後ぐらい、まあ160とかでもいいですけど、ちっちゃい選手はなかなか正義かなと思いますね。フィジカルゲーでもないんでね今は、まあ、レオンとかだったらフィジカルゲーできますけど、ドリブルもありきじゃないとフィジカルある選手でもちょっと弱いんでね。さあラファシューバ1個かわして、まあこれはナイスチャンスメイクじゃない、流しの横パス、いやーちょっとそのパス OK やったかな。まあでもフォルランでちょっと粘り、横パス落としてクライフ OK。 さあここ縦ガン入れて、はいはい来たよラファシーバー、ここのスピードですよね。レイニュードがまあちょっと必死に頑張って追いついてきたらダブタでかわすだけ、ちょっとそれはシュマイケル、ウォーカー、さあラファシーバー、これはちょっと中運んでいきますかね。縦よりも、いやでも縦中切られたんで縦行って、はいはいはい、はいはい、えぐない、ちょ待って、マジでえぐない、あーあーあー、これ通常ですからね。今週限定で登場してる選手とかじゃないんで、これ5万1000 GP よ、なかなかやばくない、もっと早く使っといたらよかったなって感じですわ本当に。さあフォルラン、さあちょっとクライフ飛ばしてラファシーバ使って、もうスピードだけで、はい行っちゃう。でさっき見た、さっきやってたみたいに切り返しだけで、切り返しだけで抜いていっちゃう、もう一丁切り返す、はい横パス、ルンメニゲオーケー。いやラファシーバーマジでクソ強えな。てかこの選手がガチャで登場したりしたらどうなるんすかね本当。さあラファシーバー抜いて、もう一丁はさすがに無理か。まあ前半は4対1と先制されながらも4点取り返しましたね。一つムバッペと比べてものすごいいいなって思うところが、身長でかい選手じゃないんで、ちょっとね今イーフト重いなっていう時でも、今重くてやりづらいっていうのを感じにくくなるんで、そこもいいかな。さあクライフ、はいラファシーバ使って、さあニョントを切り返しだけで抜きたいけど、ちょっとこれは読まれてたか。はいレイニュード奪って、はいここルンメニゲクライフで、さあ来たよラファシーバ、はいトラップで、はい
ここちょっと距離作って、ちょっとこれは無理か。ちょっと相手がだいぶもうラファシーバでドリブルすることを警戒してきましたね。スタミナねえぞこれも。お、でもいける、でもいける。お、ナイス。はい、ダブった横パスで、あーちょっとそれ邪魔ー。いやー後半はマジで全然でしたね。まあちょっとスタミナ低いんでね、スーパーサブ控えっていうのは絶対いるんで、まあフルで使うことは正直おすすめしないかな。まあ今回ラファシューバー使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。もう本当に他のドリブラーと比べて、まあスピードが高い分ムバッペレベルの爆速ドリブルができて、なおかつ身長が低くて瞬発も高いんで扱いやすさあって、キレのある切り返しとか細かいタッチができると。まあダブルタッチ、アウトスピン、キック、スルーパスあるんで、中えぐっていく人におすすめかな。フライパスがちょっと低めで、しかもピンポイントクロスを持ってないんで、ちょっとクロスはね微妙ですけど、僕みたいなタイプの人だったら右サイドハーフラファシーバーマジでハマると思いますし、それ以外の人はまあ OMF で使うことをおすすめしたいかな。まあとにかく取って損はない選手ですし、数少ないガチスカで通常でやれる選手なんで、よかったらぜひ獲得してみてください。それでは今回これで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。